株式会社、MM 総研は、東京都新宿区新宿に本社を置く、B2B マーケティング支援事業会社。1999年にコールセンター、テレマックスを西麻布に開設以来、法人向けアウトバウンドのパイオニア企業として、主に外資系の大手 IT ベンダーを中心に、受け負っている。リサーチ会社の株式会社 MM 総研は別会社。 1989年の創業以来、営業のコンサルティングをメインに事業を展開していたが、現代表取締役社長の萩原長博氏が1998年にニューヨークに出向いた際に、日本とは全く違うスタイルで成果を上げていた現地のマーケティング主体の法人営業スタイルに感銘を、受け自社の事業内容をマーケティング支援事業にシフト、 それ以降 B2B マーケティングを企画から実行までトータル的に行える専門エージェンシーとして業務展開している。代表の顧客が大手に偏っている現在のマーケティング手法をより小さいスケールでも確立したいという意思から2017年に B2B マーケティングに特化した研修機関である B2B マーケティングアカデミーを自社内に設立。 アカデミー生として採用した正社員に対し、自社の講師陣があらかじめ用意したカリキュラムをもとに教育をし、社内実務を通じ2、3ヶ月でマーケティングのノウハウを学ばせ、ある程度できる人材に育ててから客先に常駐で、実務に従事させるという事業も並行で行っている。創業時に人材ビジネスから始めたため、マンマーケティング総合研究所の略語となっている。 また一方で、法人向けの M イコールマーケティングを追求し、客の M イコールマネージメント、経営、事業への貢献を行うという意味も込められている。AB 株式会社、MM 総研第34期決算広告。デジタル時代の営業とマーケティングから引く今求められている部門の役割と人材。GD ネットジャパン、二千十九年四月十八日、閲覧。 AB チーム、グリーン UI、株式会社、MM 総研のインタビュー情報転職サイトグリーン。www.gren-japan.com。2019年4月18日閲覧。AB 長広し、萩原。字の波に揉まれる中で培われた B2B、マーケノウハウ株式会社、MM 総研。オンリーストーリー。 2019年4月17日、閲覧。私と映画ボリューム10、MM 総研、萩原張公社長を支えるストーリー、PR。シネマズプラス。2019年4月17日、閲覧。ベンチャーザ、企業家盟館。www.ventureza.jp。2019年4月18日、閲覧。ありがとうございます。